はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生、タイトル理科でプラスチックのすべてっていうところをやります。で、今年ね、教科書が中学生新しく変わったんだけど、おそらく去年まで載ってなかったはずです。ここ俺、これ今書いたけど、ポイント、なんだっけ、あんこにあのワーク借りて、あと教科書見ながらさ、問題ね、まとめたんだけど、ああそうかって、もう知らねえなこれって思いながら書いたんだけどさ、いやーマニアックだよねうん、ちょっとね、言葉が多いんで、ちょっとね、めんどくせえなーってなるとこなんだけど、覚えること多いですけど、頑張ってまとめたんで見てもらっていいですかよろしくお願いします。じゃあですね、ここはプラスチックのすべてって書きましたけど、まあ、みんながね、知らない人はいないと思うんだよ、プラスチック。それがどういうものなのかっていうのをまとめてあります。じゃあ早速ここからね、まず性質です。どういうことか。プラスチックって言われるものって実は種類がいっぱいあります。あのね、ペットボトル置いてきちゃった。ペットボトルもそうだし、あのスーパーとかでさ、お肉とかが入ってるこういう入れ物あんじゃん、白い、あれもあのペットボトルだし、ペットボトルじゃねえや、プラスチックだし、消しゴムもね、そうなんだけど、で、そのプラスチックって言われるもの全部に共通する性質があります。例えば1番、軽くて錆びないんです。プラスチックは軽いっしょ、だってね、で錆びません。次、衝撃に強い。あの、落としても壊れたり割れたりあんましないじゃん。絶対ペットボトル落としたことあるやついると思うんだけど、あれだろ、割れないだろ絶対。で、衝撃に強くて、あの、腐りにくいんです。飲んでたら端っこから腐ってるとかないじゃんか。腐りにくい。3番、脳電気。これ電気を通しにくいんです。書くのめんどくさかったんでちょっと端折りましたけど、電気を通さないじゃないよ、気をつけてね、通しにくいんです。通さないって書くのよ、通しにくい。加工しやすい。加工しやすいっていうのは、もともとこういう素材があるんね、下でやるけど、素材があって、それを加工する、形を変えたりするから、いろんなものに変えられるんだよ、それが加工しやすい。で、5番、薬品による変化が少ないっていうのは、例えばね、酸性とかアルカリ性っていうのがさ、ちょっと前の動画であったじゃんか。で、酸性のものって強い酸性だと溶かしちゃうんだよ、ものを。で、それをプラスチックとかはですね、そういう影響をあんまり受けないんです、溶かされたりとかね。だから薬品による変化が少ないん、これもないじゃないからね。めっちゃ強い酸性入れられたらさすがに溶けるぞ、プラスチック。いいかな、軽くて錆びない、衝撃に強くて腐りにくい、電気を通しにくい、加工しやすい、薬品による変化が少ないの5個です。いいね、まずこの5個。で、次、プロフね、ふざけました、ちょっとプロフィールです、プラスチックのね。1番、もともとナフサっていうのができてます。プラスチック、これが原料です。原料というか元だね、ナフサで、このナフサっていうのは石油を生成したものです。ちょっと ややこしいんだけど、もともと石油っていうのがあって、それをあるね、技術で加工したのがナフサ。そのナフサを使って作ったのがプラスチックです。いい？あれ混ざるなよ。石油を生成したナフサからできてます。次、前の動画、ちょっと待ってね、この動画何番だっけな、これが25番なんだけど、1個前だ、24番で有機物無機物やったろ。これプラスチック有機物です。ってことは、燃やすと何ができんだっけね、もうね、あれ、ここでピンとこなかったら絶対前の動画見ろよ。これ燃やすと二酸化炭素と水ができます。いいね、有機物は燃やすと狭二酸化炭素と水ができます。いい？で、ちょっとここだけ覚えてほしいんだけど、プラスチックは有機物で二酸化炭素と水できんだけど、もう一個な、有毒な、うわ字汚い、これ書きにくいよ、有毒な気体も出します。有毒な気体っていうのはちょっと毒です。結構吸う、大量に吸うと危なかったりするので、プラスチック安易っていうか、あれだよ、燃やしちゃダメだよ。いい？ライターとかで燃やして変な煙吸うと本当に体調悪くなるからね。なのでプラスチックは
二酸化炭素と水ができるんだけど、燃やすと有毒な気体も出ることに注意っていうことを覚えてください。で、三つ目、手触り、触った手触り、硬さ、密と、あと燃やした様子で区別できます。いい？手触り、硬さ、密度、燃やした様子です。で、区別ってどういうことかっていうと、右に5人の P 戦士、またふざけてるね。プラスチックはですね、主に5個のものに分けられます。その分ける時の区別がこのやつなんです。一個一個で燃やした様子とかも違うしね。いい？で、ここがめんどくさい。5人の P 選手いくぞ。1人ずついくと名前いくね。まず1番ポリエチレン、通称 PE です。で、これ名前覚えたら、ポリって頭文字 P なんだよ。エチレンってエって E って書くじゃん、ローマ字でな。だから PE なんだよ、ポリエチレンな。次、ポリエチレンテレフタラート、長いね。ポリエチレンが PE で、テレフタラートって T から始まるだろ、テって。だから PET、 ペットです。次、ポリ塩化ビニール、ビニールじゃないからね、ポリ塩化ビニール。で、これ訳すのもう、めんどくさい、説明めんどくさいんで、もう覚えて、 PBC です。 PBC じゃねえや、 PVC です、ごめん。で、次、4番ポリスチレン、これ気をつけてな。一番上エチレン、これスチレンだからね。ポリスチレンは通称 PS、 スチレンが S だから PS です。最後、プロ、違う、ポリプロピレンです。ポリプロピレンはポリの P、 プロピレンの P で PP と言います。で、一個一個に、あ、一個は一個一個どういうものに使ってて、どういう特徴があるのかっていうのを覚えます。もう書いてある通りなんだけど、一度言わせて。ポリエチレン PE はバケツとかシャンプーの容器な、ごめん、入んなかったんで、シャンプーの入れ物、シャンプーの入れ物に使ってて、油とか薬品に強いんです。強いんだよ、油とか薬品に強い、これが PE。 ポリエチレンテレフタラート、ペット、これはまあそのままだね、ペットボトルに使ってます。ただし蓋がここにある、蓋と別だよ、これは本体の方です。で、本体の方、これは透明で圧力に強いんです。いい？圧力に弱いと液体入れるとあれで変形しちゃうからね。透明で圧力に強いのが PET。 次、ポリ塩化ビニール PVC は消しゴムです。これ燃えにくいとか水に沈むっていう特徴があります。もし消しゴムに使ってるやつが燃えやすかったら、消してたら摩擦で燃え出すからね、危なすぎるね。だから消しゴム、燃えにくいのを使います。ポリスチレン PS、 食品容器、さっき言ったあの肉とかが入ってるやつ、スーパーのね、肉とかが入ってる容器と、あと CD ケース、よく使われます。で、この特徴は断熱保温性といって、ちょっとよく聞いててね。断熱っていうのは熱を断つということで、熱を通しにくいんです。で、保温性っていうのは、あったかいものをあったかいままに保温する、温度を保つんです。例えばな、あの肉売ってるじゃんか、もし断熱保温性が、断熱がなかったら置くだろ、あの普通にあったかいところにいると、どんどんどん温まっちゃったりするんだよ。そういうのもまずいので、断熱保温性になります。最後、ポリプロピレン PP は食品容器に使われてることもあるんだけど、あとペットボトルの蓋です。で、熱に強い。いいかな、こんな感じ。これがペットボトルでね、プラスチックの全てです。で、いや、待って、今年初めてのとこなので、あんまりテスト予想はしにくいんだけど、これ個人的な意見だから、あの外しても、あんま、とにかく言わないでね。あんだ、あいつ言ってたのに、でねえじゃねえかとかなったら困るんだけど。ここの性質の5個と、プロフ、これに関しては暗記した方がいいです。丸暗記、ちゃんと。で、この5人の P 選手は、俺が先生だったら、この名前は出しません。例えば、ポリエチレンをかけとかは。ただし、どうやるかっていうと、バケツシャンプーとか、この何に強いってあるじゃんか、ポリエチレンは主に何に使われますかとか、どういう特徴がありますかっていうのを選択肢から選ぶ問題をよく出すと思う。これ学校のワークにも載ってる問題なんだけど、書くっていうより選ぶ、これがちゃんと組み合わされるように。ポリエチレンテレフタラートっつったら、ペットボトルで透明で圧力に強いんだよって。
それがちゃんと頭の中でつながってれば俺はテスト大丈夫だと思ってるから。ごめんね、外したらごめん。ポリエチレンテレフタラートかけなんて出たらすいません。もちろんあなたが覚えといたらいいんだけど、ちょっと量が多いのでね、いけるとこまで。左側はね、暗記したらよろしく。じゃあね、プラスチックのついてまとめましたけどもね、俺もちょっとここは覚えなきゃっていうことで頑張って覚えます。あのね、一回で覚えられるとは思ってないので、わかんなくなったら何回でも見てください。よろしくお願いします。それでは、今回はプラスチックのすべてをお送りしました。ありがとうございました。以上です。